こっちからいいかな。はい、こっちだ。ワールドカップ日本代表応援してます。だけど明日てか日付変わって今日マオバースデーイベントもうお祝いするサービスします。よろしく。生存確認集合で、先週ね1403行ったから今週は1500超えちゃったらシャンパンくれるらしい。酔っ払いでいい間違いない。俺も酔っ払ってるでいい。おかしいもんだってもう武器持ってるし。今日も記憶ないぜ後で見てくれ。イエイ、髪切ったぜ。1500はきつい。いや、今から頑張ろう。頑張ろう。2000、3000。あ、半分のじゃ1500でいいわ。っていう感じでいけたらなと思う。でも酔っ払いやね。いや、ホストが飲んでなくて。何？いや、ホストですよ。ホストだよ、飲んでんだよ毎日。これは飲んでんのか。店で飲んで、家で飲んで。おい、まあ飲んでんのか。関係なく飲んでる。上下つくれー。おい、応援グッズは、応援グッズはやっぱりめんどくさがって手でやっていい、ね、手でやっていい、手でやる。いいよ、いっくん手。はい、もう準備は OK。 準備 OK だぜ。イエイ。ふっ、ごめんね。もう普通に、もう俺も酔っ払ってるから普通に手でやるわ。よし、ただ酔っ払いもいるけど、俺も酔っ払ってるけど、まだ俺はいける。だって姫のためなら俺はいける。誰か拾って。よし、はい、はい。そう、ヒカレン、お疲れ様、ありがとう。イエイ、泥酔モード来た。これ来た、これ泥酔見たことないよって。もう、お、俺は普段から酔ってるけど泥酔はないな。ちょっと泥酔しちゃうか。イエイ、じゃあ主役のマウト、イエイイエイ、シュリントもイエーイ。あー、うめえ、酒が。酒うめえ。俺は酒と酒と一緒になるために生まれてきた。酒が命。間違いない、間違いない。酒が結婚相手で、酒がないと寂しくて死んじゃうかも。髪赤くなったって髪切ったんですよ。そう、髪切ったよ。俺も切ろう今度。ほら、バッサリ切った。短くなったね。酒と自分に酔ってるんでしょ。いや、間違いない。ふぅ、自分に酔ってるって誰が自分に酔ってんで。俺と俺ぐらいから。そこら辺は俺と俺がやっぱり酔ってるから。豪華、楽しかった。楽しかったです。楽しかったよ。僕寝てました、ずっと。うん、僕は屋台の飲み屋で変なおばちゃんに説教を1時間ぐらい受けよう。うん、でも楽しかったよ普通に。おい、キラキラフィーバーですね。キラキラ光る。この間はサンクス見たけど、はスキンケア。待て、サンクスはさっき言ってないぞ。ローソンとファミリーマートをよく言ってるけど、サンクスはここら辺で1個しかねえんだけど、俺はサンクス行ってねえけど、いたのかな。お腹減った。
キラ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 とキラ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 がもうほらもう来場者数が477名来てて、あらら、コメントがこの先どんだけ伸びるかっていうのをもう1人3回ぐらいすれば400人が3個目すれば1000以上いくね。いくね。間違いない。むしろ1000いかないナイトフィーバーがあったらちょっと辛いね。間違いない。うん。あれ明日誕生日。おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。だから今日王様チェアだよ。これ歌うま選手権のナンバーワンですね。ね、うん。はい。ちょっとさっきの番組の東条 M さんも座ったらしいけど。うん。なかなかこういう思いはできないよね。気持ちいいです。気持ちいいと思うよ、本当に。はい、キラ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 光るのタピオカはここについてるけど、お前これ本当生まれた時からタピオカついてる。ここにタピオカと生まれてきた。飲もう。グイくんイケメンだって。グイグイグイはいグイはいはいグイはいちゃー、はい、魔王イケメンだってさ。ありがとうございます。これは振りじゃね。あら、飲みますよ。マオが飲むって噂。 I want to what the baby what the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  baby what the baby what the。 よいしょ。かっこいいじゃん。なかなかいいじゃん。そうでもないけど。おいおい、あたたたたい、待って、 B.E. ニキ。お、いっくん今日酔っ払ってセクシーだね。うん、待って待って、いっくん酔ったらセクシー。いや、俺も酔ったらセクシーです。じゃあ、あのね、もうお店で潰れてたん、もうさっき起こされました。このゴリラに。おいおい、ゴリラじゃないよ、バナナ待ってるよ。でもバナナいい。お前、先週なんかはいはいニコ生出たら言いたいってことあるって言ってたじゃん。はい、何ゴリラ、バナナ、バナナ献上しろって。あ、はい、ね、セックス来た人なら分かるんですけど、ね、セックス開け、何バナナ持ってる、開けてすぐナンバープレートあるんですけど、そこの下にテーブル用意して、はい、いくらバナナをみんなヒゲって言うな、バナナ、はい、いくらね、みんなバナナをくれるかっていうので、後で数えたいなと。バナナ返上してくれるかな。バナナ、バナナはね、注ぐもの全部ミルクっていう。あ、明日試合だからまーちゃん頑張れって一言言ってて、まーくん明日まーちゃんが試合らしいんだよ。ちょっと本当に、はい、絶賛やみやみ中です。ちげえよバーカ、はい、お前まーちゃんペコが明日試合なんだって。あ、本当ですか。じゃあ一言頑張れってほしいって。一緒に頑張りましょう。頑張ってください。頑張ー、かけながら応援してます。僕なんかなければ。そう、待って、最近サンクス、俺サンクス俺1個しか近くないんだ。サンクスでも最近行ってないね。最近もっぱらローソン派なんだよ。ローソン派。うん、あら、お、なんかコメントめっちゃ伸ばしてくれてる姫様がいる。 ありがとうございます。はい、サンクスおもろ。そうだよ、歌舞伎のサンクスどっか行ったら俺、まあいることもあるけど、最近ローソンだ。ローション派。ローション派。ああ、ローションじゃ、ああ、よし、ローション。ツルトン、グイ持ってや、グイ、ツルトンタン、いいですよ、全然ツルトンタンぐらいは。ヤニエ、おうぜ、おうぜ、バカ野郎、酔っ払ってるわ、言うわ。ヤニエじゃねえ、ヤンニンのバーガー、リアル。はぁ。あら、マオニャンが暴走して、飲んだら1個目してくれるらしい。やんでも仕方がない。キラキラ光るお空の星よ。じゃあ飲んだら1個目してあげるってことは、じゃあ今日ヒカルさんが飲み続ければコメントは増えるってことですね。わっそい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 。はい、今日ヒカルさん酔ってないですよ。酔ってるよ。でもまだ酔うよ。もっと飲むよ。もっと遅れ、みんな通る道だし。せやな、わかんない。本当が今日はやっぱりバースデーは通る道だよね。ありがとう、本当に。マオくんおめでとう。ありがとう。ほら、ね、バナナ、バナナ。じゃあ確かに黄色いけどさ、ちょっと黄色いけどなんか違う。バナナ。でもね、一番嫌い、闇、
闇？闇？あ？てめえらじゃやってみろよこの仕事は。やめはバーガー。ガチじゃん。うん、それやんでろ。あ、なに？ガチガチ。竹面は漏れないじゃん。怖い。ゴリラ闇へかよ。ゴリラで闇へかよって。俺なんか。やばいね、結構ディスられるね。俺なんか闇へっていうか、やんでるよねって言われる。バナナ営業ね。バナナください。はい、営業してまーす。はい。逆にバナナだけ私に入り口まで来てもいいよ。はい。マオマオの闇は好きだ。おっ、わら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 。バキワだからバナナ、バナナじゃないや。バナナって言っちゃった。これ返す。はい、サツキ。バナナみたいだからやだ。はい、サツキだよ。パチ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 。いっくん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 。ヒカルン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 。今日はね、手段になる前にもうちょっと気持ち悪いね。頑張るぜ。まず俺もマジ手腕になりそうだよ。でもマオのバスでだよ。そうだよそうだよそうだよ。なんでみんな明日来ないの。来いよ。マオっちのバナナ欲しいってちょっと下ネタかー。もうマオっちのバナナ欲しい。バナナバナナ、はい、バナナだよ。はい、バナナ。ごめんね、俺も酔っ払ってるよ。でも番組としてはなんとかネタ出せると思います。はい、おめおめおめでとう。そう、おめでとう。嬉しい嬉しい嬉しい。そう、これ姫様からの言葉が、これ今までちょっと恥ずかしくて言えなかったんですけど、高校生の頃、高校生っていうか今までもそうなんですけど、お、明日行くよ。あ、ありがとうございます。僕ちょっとコミュ障っていうか人見知り激しくて、あんまり打ち解けられないんで、仲良かったグループみんな、はい、顔面ケーキとかやってたんですけど、あ、僕顔面ケーキ生まれてもうこの21年間やったことなくて。おお、顔面バナナ。俺も思った、普通に痛いと思ったけど、そう、なんかうわー痛そう、うわーとか言いながら、ちょっと心の中で羨ましいなって思ってる方じゃねえよ。ね、いいなって思ってる自分がいます。ほら、真央さんまた話したいって。嬉しい。はい、僕なんかでよければ全然。まーちゃんのバナナ何センチだって。ははは、 NG コメント多くない。俺のバナナは日本人のバナナじゃない。コミュ障がホスト爆笑、その問題みんなコミュ障だ。俺もコミュ障だもん。はい、はいはいはい、俺やってるわ。ねえねえ、バナナ何センチだって。バナナ何センチ。ねえ、これ言っていいの。言っていいんじゃん。言っていいと思う。俺はこんぐらいだよ。俺はもう画面から出てる。俺こんくらいじゃない。サツキぐらい。リアルイエーイ。こんなマジで嘘やん。ちっちゃいな。これじゃない。これじゃない。じゃない。サツキじゃない。サツキ、サツキの、サツキの場に、サツキがもう地獄に行って、これかわゆすまる。かわゆすまる。すまねー。ちょっと待てよ。影響出すんですか、もしなんか逆もいいかなと思って。あ、危ない。何、右と左のやる気の気の差。俺のバナナはな、もうこんなもんだよ。もう汚い汚い。やだやだ、痛い。痛い。俺ちょっと今日出すのかと思いましたね。履いてるから、ほら、これでちょっとうまく隠れるんじゃないですか。今出したんすか。ギリギリや、本当にもう。今出したんすか。いや、ちょっと、わかんない。今見えてなかったかな。なんかちょっと、早すぎてちょっと見えない。そう、よくこの鈴に映えてるよ。よし、コメント来た。やべえ、もう、結構来てるコメント。危ない、そう、危ないんだよ、そう。危ないところで、でも、なんか危ないで済んじゃうから。バーンしないよ。バーン。なんだかんだこういう感じで やってきてね。まあ、飲むね。飲むよ。よし、酔っ払って忘れたいわ全部。ごめんした。ちょっと一肌脱いだわ。お腹すいた。わかるぞ。マジか。濃いラーメン食べたい。危ない。危ないでかい。危ないってことは危ないところで住んでる。え、だってちょっと今脱げましたよね。だってちょっと脱いや。
もうちょっとで500個目だって、いっくん。よしじゃあこれこう隠しとくんで、ちょっと、うん、れれれちょっと濡れたやんだって。ほんとにちょっと、おぉ危ない、危ないとこ行ってて。よし、CM へドン。私はここに通ってるのは、メイがいつもかっこいいのは、俺じゃない、俺のお姫様。やめられない、止まらない。 BS グループ椅子がセンター、はい、座るね、やつの都合上なんで。まあ明日ははい、明日はどうするの。ちっちゃく明日は、はい、皆さんアニメのコスプレをさせます。はい、ちっちゃく舐めたいでしょ。舐められてる、どうしよう。かわいい。はい、明日はイベントだよ、ね、マオの巣、MG、マオの元 MG 来るんですよ。店に行ったら全部見せてくれるって。いやそれは俺も約束できねえけど。そうですよ、はい、でも全部じゃないけど、やっぱ 95% ぐらい見える。ほぼだ、ほぼ、 ほぼだね、ほぼだね。皮を剥くか剥かないかぐらいの違いだよ。そうだね。それな、舐めてやろうかって。逆に挑戦状みたいな。お願いされたい。え、マオ舐めてほしいの。はい、すげえな、さっきはペロ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 伸びてる、ペロペロが伸びてる。マオ、座らない方が身のため。めっちゃ舐められてるやんって。確かに、こんな舐められてるの俺初めてだわ。そろそろマオ行っちゃうんじゃないの、こんなペロペロさ。そろそろマオ、僕早漏なんでダメっす、そんなね。俺はつまらなくなっちゃう。あかんあかんあかん、あかんけど。大丈夫か。今日はみんなね、酔ってますよ、今日は。そうだよ、やばいよ、ほんとに。こんな、舐められてるニコ生、初めて見た。確かに、俺も初めてだな、ダメ、行っちゃダメ、まだ行っちゃダメ。そんなこと言われても、やっぱり。そんなこと言われやったら、もうちょっと頑張っちゃうよ。頑張ったよ、ね、はい。レスナーもです、ですだよ。おぉ、これ多分、ね、絶対来週記憶ないわ。俺も酔っ払ってるから記憶ないよ。いや、俺、いつより昔さ、ヒカルさん酔っ払ってるから、てか、もうみんな大丈夫ですよって言われて、一回店で俺、可愛いスーマン出すのよ。あー、闇で通ろう、ち、誰か、誰だっけ、はい、なんか、巻いたキャストのバースデーでオールコールになった時に、うん、横にヒカルさんいたんで、ヒカルさん、チンコ出してくださいって。ただ、俺は責任取らないですよって言ったら、ヒカルさん、マジで出して。おー、分かったって言って出したんだけど、なんか、これ、記憶あるようなないようなんだよね。いや、でもあの時は、ヒカルさんフィーバーしてた。確かにフィーバーしてたね。ずっと俺のターン。誰でやる気ねえなら帰れって言ったやつ、やる気はあんだけど酔っ払ってんだよ。そうだよ、俺逆にやるよ。オールコールってのは従業員が全員集まって姫様の宅で行動させていただきます。あ、はい、いいコメント来た。何、この番組にやる気とか求めちゃいけないよって。そうだよ、そうか。いつもでもなんか当たり前じゃん。もうやりたいようにやんのがこの番組だよ。そうです。確かにね、なんかね、フリースタイルな感じはあるから。はい、本当だよ。だからこうやってこの番組続いてんだよ。
ピキッとやる気出したら意外とコメント伸びなかったりするパターンだったんだよ。分かる、出そう待って待って、今気をちょっと抜いた。よし、はい、出そう、頑張ろう。酔っ払い、なんかゼクスの番組好き。あ、嬉しい、ありがとうございます。うるせー、そんな喋ってません。悪いことは忘れる、ポジティブ、気力、やる気、封筒なさは、まあ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 、まあ、普通のトークはないかな。じゃあもうちょっとちっちゃい子で喋ればいいけど、そういうこと言ったらもう何も聞こないように喋るからね。ダメだよ、それじゃあ僕もおいこわかんなくなっちゃうから。うるせえわって、待って、まお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 多いね。あ、うぜえ、コメントか。まだ行かないで、まだ行ってない。でも君たちからのなんかいいよね、ありがとうございます。なんかいいわって何が。なんか、はい、イクトさんは先輩、マオは後輩でした。あ、はい、それはね、お店に来たい人なら分かるんですけど、僕の先輩です、高校の。そういうな、はい、マオがうるせんでは、てめえ固まれ。いや、マオそんなに今日喋ってないよ、でも、そんな喋ってないよ。本当はマオはもっと喋るんだよ。はい、そう、赤髪ボスな感じが、本人が癖になる。それね、いいコメントですね。マジ酔っ払ってね。カオスな感じがもう本当にマジで。お兄ちゃんファイト、お兄ちゃん頑張れよ。お、妹さんから来ました。はい、拾いました。マオが怒鳴るなら、マオが怒鳴るなら知恵。はぁ、てめえが知恵バーガー怖い。高卒さん、高卒さん、えぇ、ー、怒らってるよ、ごめんね。マオちゃん妹元気だよ、今日も来ました。はい、よな、マオちゃん怖いから。明日誕生日でしょ。そうだよ、みんな。ああ、これだ、お酒に溺れる、前髪やばい。ちゃんとみんなにお祝いしてって。そうね、なります。はい、お願いします。はい、頑張ってるんです。真央ちゃん頑張ってます。頑張ってます。明日皆さんぜひゼックスに来てくださいね。俺はいないかもしれない。いや、いるいていで困るから、本当にもうマジで。一句いなかった場合は僕がね、なんつったっけ今。え、俺もいないかもしれない。なんでお前自分で言った言葉なんかもう数秒で忘れんだよ。ちょ、ごめん、明日行くよ、ありがとうございます。いっくん、ごめん、本当に、まあちょまあ、今日は脱がないの。え、今日は脱がないの。いっくん、終わった後に、うん、次の日に LINE 来て、うん、誰から。マオちゃん、バナナ大ファン。とある子から来て、とある子から連絡来て、なんで脱ぐの、パンイチ見たくなかったっていうのが2、3件来ました、ね。じゃあパンイチじゃないんだったらパンゼロになっちゃえばいいじゃん。パンゼロ。え、大丈夫ですか。バナナ出してもいい。僕、全国の8割の中の一部ですよ。ちょっと8、7割、8割の中の一人ですよ。生バナナがいいですって。すいません、モザイクかかりますか、このところ。これ下手したらこの番組バーンになる。あ、バーン。本当にビッグバーンは好きですけど、この番組バーンは嫌いです。そうだね、はい、闇へ LINE されたね。誰が。パンツバナナイエイ。バーンされたら全番組になるから、損害賠償されるよ。なお、バーナナ抜くホストはザコ、抜くはバーガー。それで締められるんだったら取るわ。え、まーちゃんパンイチにパンイチになってみて、抜くホストは。いや、抜くホストは逃げて。じゃあお前ら攻めだよ、やってみろよ。攻めてるから、お前ら下着になってみろ。攻めてるから脱げるけど、やっぱり脱げたい。まあ、はいらん、うん、今回だけだわ。女はアホなだけ。おお、マジで。いや、でも僕こんなこと言ってますけど、脱ぐ人ってすごいと思います。すごい、うん、なかなかできない仕事とかね、思うんで。よくわかんないんで飲みます。よし、来週、先週パンイチになったんだよね。本当に思うんだけどさ、叩きてえなら細ラビケっつってんだよ、マジで。本当にてか直接言えよ。初回枕よいしょ。はい、あ、何、誰が、俺が、何な、何なの。待って、俺結構脱いでるけど。やばい、でもまあ、でもやっぱりホスラブ行けよ。いや、直接言えよ。枕の基準は何。いや、でもチンコ入れたらだ。マオと一緒の地元だから多分分かると思うけど、裏で言われるの嫌だよ。めんどくさい。直接言えって。言って
思うんで。なんていうか、可愛いか可愛くなくじゃないじゃん、違うんだよ。青木もありがとう。はい、褒め言葉にしか聞こえません。俺のことを好きかどうか、ホスラブも荒れてるらしいよ。知ってるよそんなの。マジかい、俺初めて知った今。知ってるわそんなの。名前がなんか俺しか出てねえみたいな話聞いたことあるだんなの。なんで俺のあれねえんだよ。むしろ俺が枕俺枕って売ってくれ。でもな、夜長い人からよく言われるのはホスラブが荒れてなんぼだって話が出てるんですよ。ああ、そうだからみんなね、ホスラブ荒らしてる人もしかしたらこの番組見てるかもしれないけど、けど僕は名前が広がっていくだけなんで、はい、広がっていくんだ。広がっていくだけですよ。そうなんだよ。もうやばいよ、もうやかり加減が半端ないもん。僕を潰したいのか何だか知らないですけどね。え、名前が広がっていくだけなんで。全然ありがとうのやつです。おお、パオに必要性ないわ。嘘やん、必要性あるよ。待って、とりあえず俺が飲む。じゃあお前ら金使ってから言え。でもね、ホスラブとかデニキって訴えられるの知ってた？そうだよ。お金取れるんだって。マジか。なんだっけ、場合によってはね、端末調べられるんだよね。そうだから、あのね、あんまりやりすぎるとね、訴えられるよ。そうだよ、うん、お金取られちゃうよ。そうだよ、気をつけなよ。番組見てる子たちも調べられるよ。ホスラブ晒して宣伝したい。あ、やべ、しびれた。しびれてきた。グイグイ。でもやっぱこのタイミングでやっぱり名前出なきゃいけないな、やっぱりマオマオだよ。ルンルンね。なのになんかね、名前出ない。じゃあいいじゃん、今日これ番組見てる子たちみんな、あの一個、あの一個目、これ一個目、これ一個目でマオのやつ書けばいいじゃん。ちょっとたまになんか、あの俺おかしいよね。請求っていうか要求するのおかしいんですけど、マオマオ僕の悪口、とりあえず300件ぐらい。ひで、椅子座んな。椅子座るな。椅子ぐらいいいじゃないか。ダメですか、地べた。むしろ生きてんじゃダメですか。くくマオニャン飲んでなくない。ウォーウォー、じゃあウォーウォーじゃない、ウォーウォーにしか見えんよ。ウォーウォーマオマン飲んでなくない、ウォーウォーマオニャン飲んでなくない、ウォー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 。ほら、あともうちょっとだから、みんな頑張ってコメントしなさい。よいしょ、イケボよいしょ、ありやす。はい、あ、線来たよ、いしょ。真ん中かわいい。線来たー。線の体上げればいい。いいよ、擦れも何も擦れ上がってるから。てか擦れあるし、最近俺か擦れは検索してない。ここから500は無理だ。今からみんなだから1個目ずつ連れて行くんだから。日本語、ね、いくん、かわいい。こう、行く、と行ったから読め。ピカピカルルルル、一つやることは、ピカルルルルルル、みんな待ってるよ。一つやることは、うん、明日は待ってるし、来週覚えてません、この放送のことは。よし、待ってるからの覚えてない。てだけど頑張るっていこう。また来週もバイバーイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。